まず先頭バッターを取れたことは非常に、大きいですよね。ピッチャー返しはセンターへ。変化球マルティネスが合わせていきました。ワンアウトからランナーが出ます。ここはうまく変化球合わされました。カーブですかね。クラクラッと上がった当たりはセカンド後方布団になりました。セカンドランナーは落ちてからスタートを切りましたので三塁ストップです。ここ代打スティーブンソンがヒットでつなぎます。満塁になりました。いいところにね投げ込んだんですけど、おです。ピッチャー取れない。ショート出てきて一塁はセーフだ。内野だ。いやこれがねあるんですよね。タイムリーになりました。はい、3対0。ボテボテの当たりでしたけども俊足磯畑一塁キャンバスを駆け抜けました。なので通常の定位置は守れないんですよね。でも今も村林選手結構前に来てたんですよ。ただそれを上回りましたよね。これもピッチャーが取らないと、はい、高めの球叩いて宇宙間に上がった打球はワンバウンドのフェンスだ。フェンス超えましたね。タイトルツーベースです。そうですね、ワンバウンドでフェンスを超えました。はい、あそこのエンタイトルツーベースは珍しいんですけれども、はい、しかしよくね伸びましたね。風的にはねそこまで伸びる風ではないんですけどね、あの方向は。そうですね、小柄ですけど小力というかパワーありますよね。おっしゃる通りですね。ぐんぐん伸びていきました。水野の打球、これがワンバウンドでフェンスを越えていきました。エンタイトルツーベースになりました。2点追加します。この回3点。